時刻は午後3時を回りましたこの時間はミクークのハッピーライフのお時間です普段は FM 小座でスタッフをしております私ミークーが好きなものに夢中になることは素晴らしいそしてこんなに素敵な人たちがいるんですということを発信したいと思いこの番組を始めました、えー、毎週人生を幸せにしてくれる人をテーマに紹介をしたりゲストにお招きしてお話を伺っていきます 私が力をもらっている言葉や音楽、そして人を紹介することで誰かの力になれると信じています。私の夢はどんな人も自分が今やっていることを楽しめるような支えができる人になることです。えー、ということで今週はですね、ゲストさんをお招きしているんですけれども、この後たい3時15分頃からお話を伺おうと思っております。今日のゲストさんはライブペイントなどで なんかこう自由な活動されている今村優太さんという絵を描く方です。<laughs> すごいですね。あの見られててめっちゃ恥ずかしいです。<laughs> はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そしてですね、リスナーの皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmkoza.jp です。 また、FM コザでは、ユーストリームで映像と音声をインターネット配信しています。ツイキャスも連動しておりますので、コメントもお待ちしております。どちらも FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。それでは毎週ですね、ツイッターでいいねをした名言と本の中から言葉を紹介しているんですけれども、 えー、今日紹介したいツイッターの言葉が一つに絞れなくて <laughs> 3つあるんですよなので今週は本はお休みをしてツイッターの名言を3つ紹介したいと思っておりますまず一つ目なんですけれどもブルーエンカウントというロックバンドの田辺さんの昨日投稿した記事になりますね 昨日、四月十四日は、熊本地震が起こった日ということで、ブルーエンカウントの地元は熊本なんですね。えー、と去年からですね、このことに関して、いろいろ発信しています。一年を迎えた田辺さんの言葉です。あの日から一年。一人一人が持っている優しさは、何よりも強い。ふるさとは教えてくれました。 だから今自分にできることをできる限りの力でやろう。俺はこれからもふるさと熊本に地元九州にあなたに歌う。音楽は無力じゃない。あなたの力は無力じゃない。その力を信じて進もう。生きよう。というものでした。すごいです。これいいねがですね、もう6000件を超えています。<laughs> 多くの方に支持されている。 ブルーエン,カウンドですすこれからも活躍を楽ししみにしていますそして沖縄にまだ来たことがないのでね初めて来るライブすごく楽しみですそして昨日ですね金曜日8時といえば「ミュージックステーション」音楽が好きな人だったらやっぱりみんな見るかなって思うんですけれどもそこでですね高橋優さんと竹原ピストルさんが共演したんですよ <laughs> で竹原ピストルさんは初の「M ステ」出演ということでこの番組ではですね以前も以前その本の言葉を紹介する時に高橋優さんが竹原ピストルさんの「カウント10」っていう曲に勇気づけられていたっていうその高橋優さんの自伝本の一部だったんですけどそんな記事を紹介したのでよりこの2人の共演がすごく嬉しくって。 ええと、すごく見たかったんですよね。なんですけれども、ちょっとまあ、いろいろあって見れなくてですね。<laughs> まあ、見た方はどんなだったか教えていただきたいんですけれども、この高橋優さんと竹原ピストルさん、ツイッターで言葉を残しています。高橋優さんは、の投稿は、尊敬する人、大好きな人、どこまでもかっこいい人、楽曲で何度も背中を押してくれた人、 百人キャパのライブハウスでよく対バンしていた頃から7年、今日この場所で再会できたことを本当に光栄に思います。ということで竹原ピストルさんと写った写真を載せています。そして竹原ピストルさんは、かつて何度もライブで共演させていただいたことがある高橋優さんと、初めてのミュージックステーションという緊張の場で、どれだけ彼の存在が僕をほっとさせてくれたことでしょう ありがとうございました素敵な歌でした。という投稿なんですけれどもいやこういうの本当に素晴らしいですよね。そしてですねえっと昨日この「M ステ」が見れなかったって言ったんですけれどもあのー、昨日 FM コザの向かい側道向かいにあるミュージックバー F で今このバックで流れている楽曲を歌ってる「 ファンキストさんという方のライブが行われまして私はそれに行ってきましたえっ、ー、とですねいろいろなこうきっかけとタイミングが重なってあまり普段 <laughs> 申し訳ないんですけどファンキストさんの曲聞いたことがなかったんですけれどもこれはもう行くべきだと思って行ったんですよねそしたらなんて言うんですかね本当に すごいライブに行った頃の初心を思い出させてくれてあのなんて言うんですかねこの人本当に信じてくれるんですよ君ならできるからって言ってでその本人もめちゃくちゃこう頑張ってるそれを見るとあ私も頑張ろうと思ってで次は6月に帰ってきますって言われたらやっぱそれに会いに行きたいしそれまでに頑張ろうって 思うなんか人のつながりをすごく感じるライブでしたそうですねなんかうんとってもうまく言えないんですけど <laughs> あのこのミュージックバー F の方がですね番組をやっていまして火曜日の夜8時アメイジングコザと水曜日の夜8時半今夜も F からという2つあるんですけれども特に その水曜日8時半の「今夜も F から」というのはライブ音源を流しながらトークをするんですねで来週録音した音楽を流すと言っていたので是非ですね興味ある方はそれを見て欲しいですこのファンキストさんというのはですねいろいろなメンバーさんが入れ替わり立ち代わりしているそうで3月いっぱいで1人また抜けてしまって今3人 っていうことなんですよねでその抜けた時も本当は引き止めたかったけどボーカルの方が、えー、とやっぱり歌の中で「人生は一度きり」とか言っててこのメンバーは別っていうのは言えなかった。で今回の今日のライブが抜けて3人になって初めてのライブだったんですけれどもあの何て言うんですかね うん、ここでやれてよかったっていうのを言ってて本当に心底そういうふうに私も感じられたのですごい嬉しくて何て言うんですかねやっぱり価値、うん、なんかそこに行ったからこそ知れたしその分力をもらったっていうのがあって沖縄ってそういうなんかつながりを感じられるライブが多いなって思うんですよ。で えとそんな中ですねフラメンコをすごく極めている方で世界を旅している方が今沖縄に来ているらしいんですねなので是非ですねフラメンコ興味ある方今がチャンスなんじゃないかなと思いますまず楽曲を聴いていただいた方が早いかなと思うので聴いてみてください「フラメンコロイドのダダちゃん」という曲です はい。ただいま聴いていただいているのは、フラメンコロイドさんのダダちゃんという曲ですね。えっ、ー、とですね、フラメンコロイドさんとは、2010年にギタリストの松村哲史さんを中心に歌い手の安部まやさんと安部誠さんの3人で結成されたフラメンコユニットということで、フラメンコの音楽をベースとしたオリジナルな楽曲を武器に全国をツアーで回ってきました。 その躍動感あふれるハイクオリティなサウンドと独特でリズミカルな構成力はフラメンコの業界を問わず聴く人すべての心をつかみ続けているということです。沖縄には毎年来ているそうなんですけれども今年も4月18日来週の火曜日からですねライブツアーフラメンコロイドミーツ沖縄を開催し沖縄で 3, 3回の ライブ公演とフラメンコのワークショップなどを開催すするとということです、えー、フラメンコのワークショップはですね今日から21日、えー、来週の金曜日まで行うようでしてそのうち18日の火曜日はお休みだそうですえっ、ー、とワークショップはですね役立つ知識とテクニックが分かりやすくギュッと詰め込まれていてメンバーさん直々に教えていただけるそうです その他にも個人レッスンえー、とギター鑑定、カテカホン踊りなどがあるそうでしてまたですね毎年恒例になっているようなんですけれどもえー、と愛好会という集まりがあるそうなんですね宜野湾市にあるスタジオルナーレス・イ・エストレージャスというお店でえー、と愛好会明日 1> 16 1日日日曜日の1時半スタートでで開催されるそうですこの名前がですねフラメンコロイドシークレットペーニャということでペーニャは愛好家が集う会という意味だそうですフラメンコやスペインの文化はもちろんのことフラメンコロイドが好きだったり興味がある方々是非お越しくださいということですそしてですねライブの情報なんですけれども ライブは18日火曜日那覇市のアンダルシアで前売りチケット2500円4月20日木曜日は那覇市のカフェくもじで前売りチケット3500円そして4月21日金曜日は沖縄市でアルハンブラさんで前売りチケットは3500円いずれもチケット料金は飲食,飲食代別で 時間はオープン7時、スタート8時だそうです。そしてですね、フラメンコといえば踊りもあるのかなと思った方。<laughs> 地元のダンサーで活躍されるつねみさんという方が参加されるそうです。このライブや、えー、愛好会、個人レッスン、ワークショップなど興味のある方は、えーと、メンバーさんへ直接ご連絡をお願いいたします。 電話番号は090-9674-4868 090-9674-4868担当は高橋さんとなるそうですぜひお時間のある方行ってみてくださいそれでは CM を挟みましてゲストの今村優太さんをお招きします 時刻は午後三時十七分を回っております。この時間はミクのハッピーライフをお届けしております。それでは早速ゲストさんをお招きしたいと思います。ゲストはこの方です。こんにちは。こんにちは。はい、お名前をお願いします。えー、今村優太と申します。はい、は今村優太さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ますやっとですね、すっごい聞いてみたいことがたくさんあるんですよ。はい。<laughs> <laughs> なんかですね、はい、私はそのやっぱりライブに行くのが好きで、はい、中でもインディーズのライブにはよく行くんですね、はい、で気づいたら今村優太さんがそこら中にいるっていう<ー> <laughs> 事態が発生していて、はい、そのライブ会場に行ったら絵を描いてるんですよね、うね優太さんが。はい、だから、えー、すごいなと思ってでその楽曲に楽曲にを 歌ってる横で描いててその絵にもストーリーみたいのがあって、うん、そうですねはい、はい、それもすごいしっかりしてる考えなんですよお<ー>だからなんかもうすごい聞いてみたくて今日はいろいろ聞きたいと思いますはいよろしくお願いします <laughs>、はい、しということでまず今村裕太さんのプロフィールなんですけれども、はいえー、沖縄県内で画家として表現活動を展開主に琉球を題材とした 日本画作品を制作ミュージシャンの演奏詩人の朗読のステージなどに合わせて即興絵画を披露するライブペイントアーティストとしても活動を続ける今年は制作点数70点ライブなどでの活動を50回展示会を5回という目標を掲げ活動を続けているということですはい、はい、えー、と今村雄太、えー、さんは出身はどこでしたっけ、はい えー、出身は岐阜というところですね。岐阜。はい。あ、そっか岐阜でしたっけ。はい、あの本州のど真ん中。<laughs> はい。うんうん、海海がない県ですよね。海がないですね。<ー>はい、じゃあ沖縄来て海とかすごい綺麗じゃないですか。もう本当に海は綺麗ですし、<laughs> うん、逆に山はないなと。あ、そうなんですよね。うん そそうそう緑はあるんですけどその、うん、本当に登山みたいのがなかななななかかできないいな、うん、みたいな <laughs> あの地層とかそういうものが多分あの内地と違ってて沖縄って、うん、だから高い山はない代わりにまあでもすごいジャングルみたいな、ね、森がたくさん広がるっていう。<あー> <laughs> そういう風景をね、よく見ますね。ええ<ー>、うん、そうなんですね。例えば、その、はい、なんだろう、外に出て、景色を見ながら、絵を描いたりすることもあるんですか?。よくありますね、はい。へえ<ー>。とか、その、外の景色。例えば、自分首里城の近くに住んでいまして。はい。その首里城の近くの公園で、少し風景を見ながら、絵を描くとか。うん、そういうことはよくやってます。はい。そうなんですね。そういえば、この打ち合わせの前に。はい。 歩いてきたって言ってたんですけど、はい、<laughs> はい。えー、っと、マップで見たら17キロって書いてありましたね。17キ,17キロ、時間にして、どれくらいかかりましたか一応、マップの計算だと、3時間35分か <laughs> あ諦めますよね、<laughs> 普通そこで <laughs> えー、でも、首里、はい、から小沢まで3時間半かけて、歩いてきていただいたということで、はい、<laughs> え、その、 車に乗るとストレスがたまるって言ってて。そうですね。結構その交通の面で気使っちゃったりとか、ね。うん、あとは。まあ、その、歩いてる場合はゆっくりいろんな景色も見られますし。<laughs> 確かに。はい、でも、自分がもしあの免許あるんですけど、うんうん、車持ってたら普通に車で来たと思います。うんうん、あ、本当ですか。え、<laughs> でもじゃ、あ歩きながら、そういう街中の景色にもアンテナを張ってはい。うん でそれを作品に還元していくこともあるんですか。はい、あります。はい、へえ、そうなんですね。でしかもその妙治さんの演奏のバックで描くライブペイントの他にも、はいはい、あのあれでも見たんですよね。私あのこの FM 小沢のアジクーターラジオっていう番組、うんはい、<laughs> 夕方のご大人気おび番組なんですけれども。うん そのトークイベントをやるって言ってユンタクコーヒーさんでやった時にも、はい、絵を描いていてああ<ー><う>イラミナセイキさんと DJ モーリーさんのね、うんはい、トークイベントそこで絵を描かせてもらったというそうなんですよでプロフィールにもあった通り詩人の朗読会とかなんか本当になんどこでも描けるんですか <laughs> あ一応その そうですね。各環境があってこの人と一緒にやってみたいなとか、うん、そういう気持ちになった時は普通に描けちゃいますね。へえ。じゃあなんていうんですかね。人で描く絵も変え、はい、変えていくっていう感じですか。そんな感じです。はい。へえ<ー>。うん、そうなんですか。うーん。面白いですね。なんか絵を描く方って、はい、なんていうんだろう個人的な意見かもしれないんですけど、うんうん、もう一人で 書くのかなって思ってて。あのまさにおっしゃる通りで、はい、ま一人で書くっていう方が圧倒的に多いですし。そうですよね。例えば自分も高校の頃も美術の高校だったんですけど、うん、まその先生もやっぱり。あの絵は一人で孤独との戦いだよって。言ってくれましたね。<う>ただ、<ー>自分はちょっと変わり者。まあ、よくやれるんですけど、まあ、変わってるところがあって。だって歩かないですもん、<laughs> 普通修理から。<laughs> <laughs> ですね。<laughs> まあその自分はこういう絵の形もあるんじゃないかなっていうことでちょっとライブペイントやったりとかははい多いです。ええそうなんですね。えっ、ー、とじゃあこの今いろんな場所で描いているっていうことで紹介させていただいたんですけれども、はいはい、あの普段は主にどんな活動されているんですか。普段はそうですね。うん、えっとまあ普通に自分がよく見てる風景とかあとは。 なんだろうミュージシャンのなんか歌ってる姿を描くとか例えばそういうのもあるんですけど、はい、それと一緒にあのライブペイントって言いまして先ほどご紹介いただいた通り、うん、音楽やってる方の演奏を聴きながらその横で絵を描くっていう、はいうは<ー>ということをやってますへ<ー>、うん、そうなんですねわすねごい聞きたいんですけれどもコメントもいただいておりましてツイキャスからですね <laughs> えーと よぎなおさんから番組初見ということでありがとうございますこんにちはこのコメントを見てどうやらゆうたさん先ほどこのよぎなおさんと一緒にイベントをやるって言っていたんですけれどもそれはどのようなイベントになるんですかそうですねえっと那覇市の緑化センターというところでまあよぎなおさんが開催されているイベントですけどそのアクセサリーだったりとか何か体験コーナーとかそういう あの場所を設けてそのフェスタを開かれているとそこで自分たちもちょっとね、うん、あのえというか少しグッズみたいなものを置かせてもらったり、うん、あとは自分もライブペイントをちょっとやらせてもらおうかなと思っておりますあそこでもはいあそうなんですねはいえあでコメントでですね、はい、補足で情報いただいておりますえっ、ー、とこの えーとその緑化センターでやるイベントというのは、はい、毎月第1の日曜日に開催されていて名前はハッピーユイフェスタ、うん、そして内容はハンドメイドアクセサリーの販売やワークショップなどオリジナル作品やこだわりの、うん、商品を紹介し交流する場にしてほしいというイベントですと、うん、いうことなんですけれども、うんはい、そうですねいろんな方との交流がありそうですね。そそうですね、うん、そして しかも、ゆうたさんだけじゃなくて、はい、ゆうたさん率いる芸大チームっていうことなんですけど。<あー> <laughs> どういうことですか、これ。<laughs> そうですね。ちょっと、あんまりね、公にはまだ出してなかったんですけど。うん、近々、ちょっとアーティストのチームを沖縄に立ち上げようかなと思っておりまし。どういうこと。アーティスト絵、絵を描くアーティストってことですか。絵だったりとか、まあ、美術やってる、ね。<ー>メンバー、若手とか、を中心に少し、うん。 できないかなと思って、はい、ちょっといろいろ模索しております。ええー、そうなんですね、面白い。うん、はい、楽しい。そうですね、この後の活動も。はい、はいで。ちなみにこのイベントがですね、はい、えー、ハッピーユイフェスタこちらは次は5月の7日になりますね。あ、5月の7日。はい。そうですね、日付大事ですね。5月の7日に那覇市緑化センターでこのあれる、はい。る、はいえー、新都心の方で。はい。あ、はあ、そうなんですね。はい。はい、では。 時間がある方はぜひおただければと思います,、はい、いますえとそれでライブペイントについても聞いていきたいんですけれども、はい、どうしようかなちょっとですね、うん、中盤になってきましたので、はい、うんまずそうですねなぜこの絵を始めたのかっていうのを聞いてもいいですか、はい、昔かから絵は描くのを好きだったんですかそうですね昔からただなんて言うんでしょう いつ始めたとかっていうのがよく分かってなくて、はい、もう何か生まれた時からやってるんじゃないかな生まれた時からうそうでしょ <laughs> でも3歳ぐらいの頃にはもうすでに絵を描いてたような記憶があってああ<ー>で何か男の子って普通車とか描くじゃないですかそうですね、うんうん、自分はなんかお花と女の子描いてたんですええ変わってますねはいうん、うん、変わってました え、それは誰かに教えられたじゃなくて自分で勝手に書き始めてたんですか？本当は勝手に。うん、そうなんですね。でそれで、はい。じゃ気づいたらもう絵を描いてる、はい。みたいな状態ですもんね。そうです。でえっとちゃんとしたその絵の塾みたいなものがあって、それに通い始めたのが小学校三年生ぐらいかな。でそこからはまあ。 中学もその教室に通ってて、うん、で高校と同時にその教室も通いながら絵の高校も入ってる状態でそこから沖縄芸大に来て、うん、でこう卒業して今があるという、うん、へえじゃあこの大学を岐阜に住んでいたのに沖縄を選んで、はい、そして今この今後、うん、このライブペイントというか 絵を描くことを仕事にしていこうっんだろう順序というかどんんなことがあったんですかうんそうですねえっと、うん、一度はそうあの東京の芸大を目指してはいたんですけどあのちょっとねこのレベル的にはすごい狙いたいなっていう感じだったんですけどあの街のすごいハイスピードな人の暮らしに。 ちょっと自分の暮らしは合うのかなと不安になりまして、まあ、沖縄も沖縄でこう社会は流れてるんですけど、うん、もう全くこの自分の知らないような沖縄の世界をもう飛び込んでみてそこでもう沖縄の一員になるぐらいの気持ちで新しい人生をスタートしてみたいなっていう気持ちが強くて、うん、それでこう沖縄に行きました<ー>、はい、何か変わったことはありますか そうですねまず、あの実は自分友達がそんなに多くなかった方なんですけどこちらに来てそれこそ友達も SNS だけでも何百人っていうぐらいの街中の人もだいぶもう知り合いができてきてうん、うん、人と関わる。 っていううその方法をちゃんと知れたような気がしますすごいですね、はい、それはそれだけなんか自分がやりたいことがはっきりしてて、はい、できっとそういう人たちとつながっていったからできたものなんでしょうね。ですねはい。でえっとじゃこの、えー、絵を描いてる中で、はい、あの力をもらった曲があると、はい、あるかなと思うんですけど。はい 少しちょっとこうね番組前の打ち合わせの時にも聞いたんですけれども、うんうん、それは誰のどんな曲ですかそうですね自分はあの特にあその今日ね、ねのミクーさんの番組っていうことで、うん、音楽もすごいプッシュしてる特にインディーズなんですけど、はい、自分もそのライブペイントでインディーズのミュージシャンと関わる機会がね、うんはい、多くなってきましてその中でもだいぶみんないろんなアーティスト好きなんですけど。はい 河野大和さんっていう方、大和河野さん、難しいんですよね、難しいですね、いいですよね。曲が、大ーバイっていう曲がありまして、特に自分はその曲と初めて出会ってから、すごいもっと人生前向きに生きようっていう気持ちがね、つきましたね。 あの方本当に前向きですよね,ね<え>コーヌさんミスターポジティブというか <laughs> 本当に本当にだってなんか、うん、飛行機の飛行機安かったからインドのチケット買って行ってきますとか言ってましたよ<ー>インドだったっけなんかそういう南アフリカ系の国よく行きますよね <laughs> <laughs> なんて言うんですかなんか行動力が、うん、なんかやってることは大人っぽいけど、うん、この動く原動力が子どもの脳みたいなやりますみたいな。うん 感じがすごいこう、はい、なんだろう本当に面白かったですよね、うん、<laughs> それこそ自由をね、あのーうん、目指して動くってすごいロマンにあふれてますし、うんうん、自分もそういうところにすごい影響されたなってのはありますね,すね絵描きだけどやっぱり音楽の人に影響を受けるっていうのが、うん、多くて。はあ。 1>, 1曲、はい、1> その曲を流したいなと思うんですけれどもはい、はい、なかなかこうですね私もしゃべるのが上手じゃなくてすみません、うん、なんかいろいろ打ち合わせした通りにならないんですけれどもはいでは1曲大和河野さんの曲をお送りしたいと思います、うん、えーっとですね大梅通りがなかったのであった曲<お>僕らが旅に出る理由あいい曲ですね それではただいま聴いていただいているのは大和河野さんの「僕らが旅に出る理由」っていう曲ですね。私も出身新潟県で沖縄に来てるんですけど、はい、大和さんも山梨出身なんですよね<梨>この曲を歌ってる。はい、なので裕太さんも岐阜出身で、うん、なんていうんですかねこの県外から来てるからこそ、はい、なんかこうでそうですね。 うんそういううところはありますね、うんうん、そうなんです、ではい、本当に、えー、と多分たっくさんですね力をもらった人がいる中で、はい、もうそれの中でも特に力をもらった人がいる場合は教えてくださいということでこの曲を教えてもらったんですけれどももうやっとですねもうずっと聴きたかったライブペイントについて聞いていってもいいですか。<laughs> いや本当にですねずっと聞いてみたくて、はい、まず初めて見たのがですねあ、えー、と私、そのゆうたさんの作品ライブペイントしている様子を3回見に行ったことがあって、うん、そのうちの2回がライブと1回がそのトークイベントだったんですけれども、うんはい、その時に書いていた作品は全て FM コームページ f フェイスブックで。 はい、画像も今載せているので、はい、もし見れる方がいたら見ていただきたいんですけど初めて見た時がですねクジャクの絵を描いていてたんでんかキラキラライブっていう題名でんかこうなんだろうキラキラ輝いている人、うん、歌ってる人、うん、なんか素敵なアーティストさんを集めたライブっていうことで。うん えとその中に私の知ってる人だと春水さんとナッチーさんが、うんはい、出ていてその時の絵がクジャクになったんですよ。うんはい、でこれってそのイベントのがどういうものかっていうのはまあ事前に決まってると思うんですけど、うん、誰が出てどんなう歌、うん、どんな曲を歌うのかっていうのはなんて言うんですかね 普通はかかららななないいいじゃでですす知ねそうですよねそしたらこの苦ジの絵を描こうって思うのはいつ決まるんですかああいつ何を描こうっていうのはあんまり決まってなくて、はい、もう何だろう言い方はあれなんですけどあんまり何も考えていないというかだからこそそのミュージシャンの音に合わせて、うん、こういうモチーフが出てくるみたいなそんな感じで。 書くことが多いんですね。へえー、ええー、そうなんですね。でも、うん、なんだろう、こうこの人の次にこの人が歌ったら、はい、あ、今の絵と全然変わっちゃったみたいなことありません？はい、あ,ありますよ。そういう時どうするんですか？そういう時はその流れに任せます。はあ。ええ、でも歌い始めた瞬間から色塗り始めるじゃないですか。はい、あれはどういうことですか？すね、一発目の色は結構。 こうその日の日気分とかあ自分の気分も出して、ねはい、ああそうなんですねって思って見てると、うん、たまにこう歌詞の中に「花が咲いた」って歌詞のフレーズがあったら、はい、花を書いてたりとかもする時があってそうですねなんかリンクしたりしてるのかなってこう事前に その人の曲を聴いてるのかなって感じるくらいの時があるんですけど。いや、全然そういうことはないです。えじ、ー、ゃ、もう、はい、本当にその時に聴いて、その時に書くってことですか。そんな感じですね。えー、リアルタイムというか。うはい。えでも。怖い時ありませんか。今日。ちゃんと書けるかなとか。ああ。なんかイメージ降りてくるかなみたいな。いや、もう、それはミュージシャンが。ね、いい人ばっかなんで、普通にイメージは降りてきますね。 緊張とかよりも結構ワクワクしすぎて自分落ち着けっていう時が多いですね <laughs> ああじゃあ結構テンション上がっていく感じですか、はいうん、楽しみみたいなそういつもテンション高いんでちょっと落ち着けよって自分に言い聞かせる時は <laughs>、うん、はい緊張は全くそれがないんですねでもへえあ そっかでもそうですよね、絵を描くときに緊張すること、でもそれとか、あのはい、いい作品が描けるかなって、不安になるときとかはないんですかいや、なかったですね。<laughs> えー、やっぱそれだけなんていうんですかね、感性に自信があるというか、まあ自分に自信持ってれば、ちゃんとステージでもいいパフォーマンスはできるとは思ってます。そうなんでですねであの、うん、はい 絵を完成させたら、はい、その後にちゃんと意味をつけるじゃないですかその作品に対して。はい、えと例えばそのさっき言ってた「キラキラライブ」の時に書いた不死鳥だったら何、はいうん、でしたっけななんか喋ってたんですよ「あの永遠が」みたいな。あですね、あだ、はい クジャク西洋ではそのクジクはあは不老不死とかなんかクジクは死んでもその体は残ったままで腐ったりしないっていうだから「永遠の象徴」みたいなっていうのを思い出して「あそうだな」っつって「俺が描きたかったのはこんないい空間が永遠にあればな」っていうそういう願いだったのかなって後からこう自分であの過去の自分のことを思い返して客観的に見てみるとなんとなく意味が分かってくるというか。 そうすると例えば私だと人と話してる時ってだろうその時は自分の気持ちがよくわからないんですよ。で終わって時間が経ってから言葉が出てくるっていう感じなんですね。だからそのんてうですかね曲が終わるのと同時に作品も完成してそこに意味があるっていうのが本当にすごいなって思ってて。そうですね結構 自分でもなんでできてるのか分かんないというかすぐパッて発想ができたりとかそれをなんか意味を理解しながらやっていけたりすするんですかあ一応そうですね、はい、普段普段からじゃ会話とかもんだろう、はいうん、自分の思ってることをちゃんと言えるというかいや会話の方は結構下手くそで <laughs> そうですよ会話が下手くそだから絵で補ってるのかなっていう。あ そういういところがあるんでしょうかもそうです自分がパッと今感じたことをすぐ形に残すのって本当に難しいんだろうなって思ってたんですけど簡単に、うん、やってのけるので <laughs> <laughs> どういうことなんだって思ってたんですけどうん,うんすごいですね。表現は あの歌ったり言葉出したりとかね絵描いたりってあるんですけどその中の表現で自分はその絵が得意だったとかと、うん、いうことなのかなっってて今ででは思ってますすねうんそうなんう例えば今までこう過去にじゃライブペイントをやって印象に残っている方とかって言いますすか、はいはい、そうですね、あのー、本当に沖縄ってものすごい音楽インディーズも。 メジャーに出た人もすごいレベルの高い人が多くてですね印象、うんうん、に,に残ってる人例えば先ほどねご紹介ありましたあの、うん、大和河野さんとかうん、うん、あとは同じく自分とあの故郷同じなんですけど、うん、春水さんという方番組もやってもらってるんですよ<う>月曜10時半でね<え>はいあとは女性でも まあナッチさっき出たねなっちとかその番組やってもらってますあやってもらってるんですかはいあの今月から始まりまして火曜日のお昼1時からやってますねはいまた面白い子ですよねあのとっても面白いですすごくいいキャラしてますそうで自分にすごく正直でなんていうんですかねなんか人が例えばそこまで頑張らなくてもいいよって言ってもその子は自分が納得できないからって取り込むタイプで。 なんか強いなっっててて思見ますすそうでねや何かんかにもいろんなねアーティストとか好きな人たくさんいるんですけどこういうふうにもう本当それぞれに自分の考え方とか努力の姿勢とか持っててもう会ってきたアーティストほぼ印象に残っちゃってますそれはやっぱり。そうなんですね やっぱりでも刺激を受ける部分も多いいじゃないですかね、はい、あもう考え方とかはすごく、ねはい、刺激残りますねやっぱり何て言うんですかねなんかさっき言ってたんですけど、はい、こうなんだろうメジャーあ好きな音楽の話をしてたんですねちなみにそのリスナーの方にも聞いてほしいので、はい、ゆうたさんの普段聞聴く好きな音楽って何ですか 好きな音楽は80年代のハードロックですね。はい。面白いですね。全然違いますね。でこの、はい、やっぱりそういうことになると、はい、なんていうんですかね。ライブハウスでガンガンな音楽が普段は好きなはずなのに、うん、今活動しているのは、はい、こう例えば弾き語りとか、はい、インディーズアーティストさんが頑張ってる現場でうん、うん、なんか。 好きななな音楽と違ううんんじゃないかなって思うんですけど、はい、モチベーションはどんなところに見出してるんですかそうですすかそうね、えっとまあ、実はそのインディーズのアーティストもすごく好きなんですけど、はい、あのやっぱり生で聞いたことのある音楽、うんうん、インディーズのミュージシャンってしかもこう一からギターとかピアノ使って丁寧にあの音作って、うん、自分の考えを。 表現して、うん、そういうなんか努力とか丁寧さというかそういうものがもうそれを見たらもう本当に絵とか音楽ってあのそういう努力とか気持ちによってすごい作られてるなってのが分かって、うん、まあそういうねあのライブのアーティストを見てきて、まあ、自分はその結構ミュージシャンにあの憧れるっていう部分が ありまして、そこからライブペイントを始めたというのが一つあります。そうなんですか。はい。ええー、うん、ああ、そうだ、きっかけ聞いてなかったですね、始めたきっかけ。はい。そこだったんですね。はい。ステージでミュージシャン見て、感動して。はい。でも、やっぱり、自分もこうなってみたいな。っていう憧れが。あったんですよ、ねあ。まあ、ジャンルは違うにしても。はい。やっぱり、自分の力で作り上げる D. I. Y. 感というか。はい。 そういうところにじゃうん、ええ、共にやってみたいっていうことになったんですね。ええ、うんはい、素敵ですね。うん、そうしかもあのーうん、絵描きの人って展示会やって、はい、すごい綺麗な絵見してくれるんですけど、はい、自分自身はね展示会でなこの人が描いたんだよとかそういうのってあんまり見ないじゃないですか。うん、ミュージシャンの場合はステージに立って堂々と歌って顔とか見た目とか風貌、うんうん 全てこうお客さんに見せてるんですけど、うん、確かにじゃあ絵描きの自分もそういうふうに堂々とステージ立って絵描いて見せたいなっていううん,うーん、うん、すごいですね <laughs> へえそうなんですね、うん、やっぱ絵って何週間とか何ヶ月かけて作り上げる人もいますけど、はい、その中でこのライブの時間だけで作り上げるっていうのは、うん 自分でで考えて始めたんですかそうです、ねはい、うんじゃあこのライブペイントするってなって例えばこの人がやってたからやってみようじゃなくて、はい、自分がやりたい形を探してたらここだったみたいなそうですねあのもう原型はなんか本当にね路上でやったりとかでしたけどうんまあライブハウスでやるようになってからちゃんと形が確立していきました。 へすごいですね。じゃあまた今後もなんかどんどん進展していろんなことに挑戦していく感じなんですかはい、はい、わー楽しみです。<laughs> そうなんですねで。そうしましたらですね、うん、実はもう一回ですね CM のお時間がありまして、はい、ちょっと一回 CM を入れましてまた最後少しお話伺いたいと思っておりますははい、はい、ではいで一旦 CM す。 さあそれでは時刻はですね3午後3時50分を回っております今ちょっと,と話をしていてですね、うんうん、でと曲を流したはずなんですけれども始まるまでに時間がかかって流れなかったという事態に焦りました <laughs> えーそうですねす,すごく素敵なお話聞かせていただいて CM 中も話していたんですけれども、はい、その原型はアーティストさんの姿を見て自分の姿 を出しながら人を元気づけたりとか、はい、例えばその人を見て涙を流すお客さんを見たりだとかしてそのジャンルは違えど絵でもそういうことをしたいと思ってライブペイントを始めたということで、はい、素敵ですね。このゆうたさんが絵を描く活動絵を描いていくことですごく大切にしている思いとかってあったりしますか思いは、うん やっぱ一番は情熱ですかね。情熱。はい。はい。うん、もう下手でもいいし。も、まあ、本当に誰でも情熱なんて持てるんですけど。うんうん、その情熱がなければ、何もできないと思うんですよね。うん。例えば、ね。ミュージシャンの春水さんとか、大和さんも。うん、すごい、あの、最初の動機ってのは、子供のように純粋ですし。そうですね。<laughs> その純粋さを、どういうふうに、その情熱で。ね、うん、あの、高めていけるか。 っていう,うもうそれはどの表現者でも同じジャンルじゃないかなっていうのは思ってます確かにこの何て言うんですかね、はい、何かを作る才能っていうのはどれだけ情熱を継続できるかっていうところにかかってきてる気はしますよねそうなんですねじゃあえっと裕太さんの今後の夢を伺えますでしょうかはい、はい、ちょっとねあのー、大きいこと言っちゃいますけど、はい、今後はできればね <laughs>、あのー 何十年か後に教科書に名前が載ってるような作家になってみたいですね美術の教科書にうんわ<ー>でちゃんと沖縄出身って書いてほしいですあ沖縄出身がいいんですか、うん、沖縄の画家って書いてほしいなとあ人生をこういうふうに変えることができたのは沖縄の土地があってこそなので、はい、えー、いいですねでこんな仲間と一緒にやってたよってね。うのがね、うん、あのちゃんと紹介されれば いいいなって思ます本当に周り素敵な人たち多いですもんね。じゃあ今後ですねうたさんの作品が見たいとなった場合は今後イベントなどはありますかイベントですとライブペイントのイベントの方がありましてまずは4月の19日こちらはアルテ崎山さんという趣里のライブ喫茶ですね。こちららで夜か 大阪から、ね、あのいらっしゃってるプロのミュージシャンがいらっしゃいまして、はいえー、日野原海さん、えー、日野原、えー、海って書いて海さんですね<ー>この方の、えー、ライブに自分がライブペイントのアーティストとして、うん、出演させていただきますこちらはですねなんとオープニングアクトの方にあの自分の同級生が、えー、はい。そいつも絵やってるんですけど、はい あのギターとかブルースとかも好きで<ー>ちょっと今回は初めてそのステージ沖縄のステージに立って歌うとか、うん、ってなってますね。すごい面白いですねそうだあとあの、はい、イベントですと、うん、5月7日こちらは先ほどあのご紹介いただきました通りヨギナオミさんのハッピーユいフェスタグッズとかもちょっと置かせてもらうと思うんですけど。 えっとライブペイントも実はやろうと思ってます、うんはい、このライイブペイントではなんとミュージシャンの、えー、サーヤさんっていうすごい若手の、ね、ミュージシャンピアノ弾き語りなんですけど、うん、あの圧倒的な歌声で、うん、もうちょっとあの世界観変わっちゃうぐらいのすごい表現する女の子がいてへ<ー>その子と一緒にやろうかなと今話を進めております。 いいでですすね素敵このゆうたさんはですね、はい、こうイベントでライブペイントをしていることもあって、はい、インディーズのアーティストさんもすごい詳しいですからね <laughs> 本当に <laughs> あのイベンターさんとかもしこういう番組聞いていただいているのであれば、はい、もう,ゆうたさんを呼んでいただければぜひお願いしますプラスでこ,う、はい、この人おすすめですよって情報もついてくると思うので。はい、もちろん <laughs> ぜひ、うんはい、そういうあの連絡先とか SNS、はい、とかはやってますか ?SNS、はいフェイスブック、ツイッター、Facebook Twitter、そしてフェイスブック、ツイッター、フェイスブックもツイッターの方もどっちも、えー、本名の今村優太という名前で登録してありますので、うんまあ、よければ、ね、あの申請とかもしていただい,たい,い,ただいて友達になったりとかも、ね、ぜひしてみたいですね。 <laughs> はい、ありがとうございます。では、ぜひ今村裕太さんで検索してみてください。はい、では、このあとですね、話に何度も出てきた大和河野さんと春水さん、茶谷美浜カーニバルパークでストリートライブをするそうなので、<お>ぜひお時間ある方、はい、そして今、バックでかけているのは、これも裕太さんおすすめのマッシーさんという方ですね。でんまま <laughs> は、はい、今週は今今週うたたさんをゲストにお招きしましし、はい、ありがとうございました